はい、こんにちは、ミニシマです。今回ですけれども、Amazon ギフト券、この前、六本木で配ったんですけど、今回は、京都ですね。京都で配っていこうかなという感じです。京都の人って、僕の個人的なイメージですけど、閉鎖的な感じだと思うんですよ。なので、受け取ってくれないと思うんですけれども、ちょっと頑張ってやっていこうかなと思います。まだ1枚も配れてます。ツイッターに告知してるんですけど、まだ1人も並べない感じですね。寒いですね。今ちょっと場所を変えようとして、違うところを向かってるんですけど、僕思ってたんですけど、このエレベーターを上がってきたところで問答無用で渡すっていう、このパターンでいこうかなと思うんですよ。今、Amazon ギフト券配ってたら、僕のファンですかね、近寄ってきたんで、握手してほしいって言われて、はい、こんな感じで、もう一回これ、よろしかったら、お二人に1個あげますんで、はい、ありがとうございます、はい、いや、よかったね、よかったね、やっぱ、これは喜ばれますね、はい。Is it okay? No, no, no. Thank you. Present. Present for you. Oh, thank you. やりました。この前も外人配ったんですけど、動画カットしてるんですけどね、外人は配りやすいってことはちょっと分かってきましたね。また次もやってみます。YouTube? はい、 OK プレゼント、プレゼントやって今回ですけれども、京都に来て Amazon ギフトカードを配らせてもらったんですけど、皆さん結構喜ばれてですね、ファンの子も来たりとかしてて、いい感じに配らせてもらって、で今後なんですけど、 Amazon おじさんって企画でやっていこうと思いますんで、 YouTube の概要欄に Twitter の方を貼っときますんで、 Twitter の方で告知します。で告知したらその場所でやりますよって前日とかに言いますから、見逃さずにですね、来ていただけたら Amazon ギフトカードもらえますんで、ぜひそんな感じで、Twitter フォローお願いします。